い、ということで第4回目となりましたピックアッププレイ。前回の動画コメントの方募集したんですけど、このプレイみたいなのは来てなくて、ええんかとかえあんだけ言ったのに、あんだけ言ったのに来なかったんで、第4弾になりましたんで、みんな1回ずつおのおののピックアッププレイでご紹介させていただいたんで、今回はそれぞれがこの試合いいなって思うシーンを僕に送ってくれましたよね。はい、それを時系列でご紹介していこうと思うので、よろしくお願いします。お願いします。はい、明治朝鮮明治デスリーリーグ、おお、はい、俺のやつ、俺の仕事取んないで。いや、変えてもいいんじゃないそこ。あ、じゃあ行こうか。いや俺はいいわ。いや、お前じゃねえ前じゃ絶対やらせん。今日は谷口さんお願いします。明治朝鮮明 J3 リーグ鹿児島ユナイテッド FC VS カタール富山、それではスタメン紹介です。いいね。ナンバー18野竹純也。待て、おい、ゴールキーパーから言え、ちゃんと。あー込み待ちや、これも。キーパー大西、右から純也、ウェズレイ、田辺、ミッキー、ボランチ、ハタナ祭り、ハタナパーティーやったわ。パーティーな、勝手に祭りにすな、お前。で、俺たちの高原修斗。で、20番、竹本紀之。右から、五稜、かや、米沢レイ。ベンチも紹介してみましょうか。お願いします。キーパー、白坂。藤原幸太郎、ポゲッチ、中村健人が帰ってきました。石塚井。山谷くん、園田くん、以上でメンバー紹介になりました。ありがとうございます。それではスタート。それではまず田口、名前かむえぐいて、田口言うた今田口さん、田口はえぐいて、ごめんなさい。それでは田口さんがピックアップしてくれました、こちらのシーンなんですけど、前半5分、ミキア選手ドリブルと、これはなぜピックアップされたんですか？この試合ゆっくり2回見たんですよ。ありがとうございます。その上で江藤くんの内側のドリブル結構何回かあったじゃないですか。何回か言ってたね。まあけどこの前半5分のうちにカットインして、そこからドリブルで持ち上がって、まあ、最後はちょっと外に出してカットされたのかな。サイドバックのこういう姿勢面白いんじゃないかなと思って出しました。お願いします。こちら江藤選手ここにいます。うん、ここからですよ。当てて落としてギュンってスピードアップですよ。最後パスミスはしてしまうんですけど、この推進力ですね。一気に何人抜けました、これすごいよこれ、うん、こういうプレーをやっぱ周りが江藤君やったらこうやって行くってなってるのが分かってたら、もっとみんなが周りが出ていくじゃないですか。ってなると、ね、やっぱスピード感も出てくるし、サイドバックのこういうね、ドリブル、これ逆サイドに出してもよかったところをまっすぐ縦に行って、相手2枚3枚剥がしますし、ここでしっかりつなげればもう一個前に行けたやるしね。すごいいいプレーやったんじゃないかなって思いました。じゃあ僕もそう思います。このカヤのブロックもいいよね。いいね、ブロックいいね。はい、ありがとうございます。続きましても、谷口勲くんのピックアップになるんですけれども、前半5分、大西翔吾選手ヘディングと、ゴールキーパーでヘディング、これはなぜ？それはもうやっぱりちょっと大西からも俺出しといてとは言われてないんですけど。言われてないかい。ヘディングってことは手触れないポジションですけど、まあこれもギリギリのポジションやったんですけど、大西のヘディング見れるの貴重かなと思って、珍しいプレーだったんでちょっと上げてみました。いい判断じゃないかなと。それではこちらのプレーどうぞ。ファールになってすぐ相手が始めるんですよね。うん、で裏取られて、ここ大西選手クリア。こうなんていうんですか、このファール取られた後、はいはい、やっぱこのポジションまで出てこれるって、うん、結構な勇気いると思うんですよ。いりますね。準備しなかったらここまで出てこれないじゃないですか、うん、まあ、オフサイドも多分なかったと思うんですけど、まあもし抜けられてたら結構危ないシーンやったんじゃないかなと思うんですけど、まあよう出てきましたよね大西ね。で怖いよね、しかもあれは頭でいくっていうのはね、相手も来てることだし、相手のリスタートも早かったし、一瞬止まってしまうような場面じゃないですか。そうだね、前半5分やけどしっかり大西集中してたんじゃないかな、うん、素晴らしいです。もしかしたらこれキャッチできたんちゃうかなって思うけど、こうはっきりするのが大事っすよね、うん、そうだね。ナイス準備ですよ大西。大西サンキュー、サンキュー大西。前半10分、田辺圭介選手、横綱ディフェンスと、横綱といえばお相撲ですけど、これはなぜ？はい、もう腰が強い。あ、腰が強くて横綱という意味ですね。とにかく強かったシーンです。じゃあ行きたいと思います。こちら、田辺選手、ここにいますね。ドン！いや、取り切る。うん、で、これしかも、
超チャンスになるんですよね。そうなんや、だからこういうところやっぱね、鍋はこのディフェンスの後がやっぱうまいからね。あ、このパスまでが、うーん、なるほど。じゃあ当たりに行くときの重心低いよね。いや、そうだから横綱でしょ、感じ。やっぱボランチじゃないですか、もともとこういう出ていく判断めちゃ良くないですか。いいよね。で取り切れるやん。奪い行くタイミングとか相手からボール離れた瞬間に体寄せるのがやっぱうまい。うまいよね。ナイスプレー、ナイスプレー。こちらも、三本勝成くんのピックアップですけれども、前半14分五稜純喜選手、はい、浮力半端ないと。これはもう完全にすごいです。これやばいよね。俺もこれはちょっとしびれるプレー。俺も一言いいっすか。笑顔半端ないって言いましょう。いやお前、だからお前潜在写真いじりすなってお前。半端ないってこれ。こんな笑顔の人があんなキープ力出せないよ。笑顔もキープできてんもん、これ。うん。笑顔いじりすんな、お前。だって、この写真撮るとき、はい、行きますよって言われるじゃないですか。この顔でなかなかキープできないっすって。笑顔のキープ力半端ないって、これ。5分でも10分でもこの顔で待っとけ言われたら待ってますから。あしら顔面筋肉痛だろ、お前。はい、じゃあ、こちらのプレーです。どうぞ。ゴール選手、ここにいますね。こっから、相手を背負いながらキープ。もう一人来ちゃった。でもこれで、こっからここに出せるのがすごくない？すごい。いつ見てんのって話を。いつここが見えてんのって。うまいよね、このタッチも細かくさ、ちょこ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 で倒れないじゃん、簡単に。うん、それって大事だよね。大事。ちょっと倒れそうになるんだけど、ここでグッと踏ん張るじゃん。うん、ほら、ここでグッと。で、このタッチうまくない？足の裏でちゃんと引いて出すやつで、ここに用出せんなって思うけど、いつ見てるなって。あれね、今でしょ。今見た。本当、相手の相手で見えなかったけど俺には。いや、首ちょっと振ったな最後。いつ待って、ほんまこの後、この後今首振ってたわ。ちょっと笑顔じゃなかった？今笑顔まで見えるわけねえだろお前。出たな、純喜。これ実は伊沢くんも僕もかっちゃんも唯一満場一致だったこのピックアッププレーなんですよ。他も選ぶかなっていうのを避けたんですけど、これはちょっと上げなあかんかったやろ、うん、ハイライトにも出してほしいぐらい、それぐらいえぐい。会場沸いたんちゃん、これ。なんかあんまそういう声聞こえなかったですけど、すげえプレーやと思うで、これ。もっとおおってなっていいプレーだと思う、これは。もっと中原シュートを評価してほしい、サポーターの皆さん。俺らのピックアップでもそこまで出てきてなかったもん。あえて出してない部分はあったよ。わかるわかる。全部が結構スペシャルにやっちゃうからさ、何気なく。普通にやってるからさ、多分あんま目立たないんだろう。前半25分、中原修斗選手、3人に囲まれ、鬼キープというチャンシーン、どうぞ。中原選手、ここですね。ここから八幡選手、ボール回って、3人に囲まれながらもスッと抜けていくんですね。これ何気なく見えるけどさ。首振ってる回数もすごいし、うん、それの分かってて1回2回耐えるじゃないですか、うんうん、でそれ耐えた後のボールコントロールもすごいし、ボールの奥側も完璧じゃないですか。そう、だからボールの置く場所がもう次のことを読んで、相手がここに足出してくるだろう、来るだろうっていうのをもう先読みしてのボールタッチだよね。だって相手言うたらもうこれ通信来てるじゃないですか。そうだね。それをもう分かりながら耐えて、しっかり相手の取られへん位置にボールを置く、これはもう技術の高さですよ。ちょっと評価してほしい、中原修斗のこと、世界中が、うん、規模でかくなりすぎだ。いきなりまず鹿児島の人たちでいい、まずはアグネのみんなもっと評価してほしい。規模がいきなりちっちゃくなった。鹿児島でいいって。だから、あ、鹿児島で行こう。じゃあ、うん、お願いします。前半32分、酒本選手、五稜選手、暗雲の呼吸ワンツーと。いやもう、まあ、なんすかね、喋り下手すぎるやろ。いやもう、なんて言うんだろうな、なんかもう言葉では言い表せない2人の呼吸がやっぱあるんでしょうね。もう長い間やってるじゃないですか。うん、もうなんか何も言わんでもこういうことができる2人。言うたらこの2人もそうやし、シャケさんとレイもそうやん。シャケさん持ったらレイ走り出してるし、それも理解してるから、逆向いててもボーンってボール出せるじゃないですか、シャケさんが。
もうシャケさんが悪い顔しとるこれ。潜在写真維持ですなってお前。悪い顔してないから全然。顔してるじゃないですか。お前シャケさんに怒られるからねそのうちマジで。はいじゃあ行ってみましょう。こちらのシーンです。これ純也ね頑張ってブロックした後これ、うん、まずこのトラップしたのがすごいと思う。ああこれあったね。うわ怖かった。ここからやったよね。ここからスーパーカウンターだからね。うん、この止め方出し方すごくない？うん、このもう相手が来るの待って浮かしてるからさ。チャケさんでしょ？ああもう本当待ってる。待ち人だよ。なあ。で。言ってるもんな。だってうまって言ったもん俺。うまって言った。いや俺も言ったよ。あ、俺も言った。このシーン見てて。試合中のボールが自分に向かってきて、周りもなんていうの、自分に向かってくるわけじゃないですか。うんうん。その中でこうやって時間止まってるじゃないですか、いったシャケさん。わかる。っていうのも、もう相手を引きつけるためやし、ゴロで出すと引っかかるじゃないですか。それをちょっと浮かして出して。このおしゃれなパス浮かして、これ何回も見れるやろ。これで酒飲めるもん。シャケだけに。うまい。シャケさんのワンタッチプレッシュ、この試合だけで5つピックアップさせてもらって、32分、33分、43分、47分、それから48分かな。酒本紀之選手、ワンタッチプレー5連発。これもう見ながら喋ってほしい、2人に思う存分。マジですごいから。その体の向きで、なんでそっちに出せんのってものばっかだから。え？いや早く見してや。反応しろやちょっとぐらい。お前リーダーだよ俺。あもうそろそろ俺がいただくけどな。お前リーダーなれなりたいんだったら結構です。いやいや断るなら逆に寂しいわ。じゃあ行きたいと思います。こちら江藤君からの。あこれフリックのやつやろ。あだなーこれ思ったわ。これめっちゃうまくない？この体の向きだよ。だってどう見えてんのって感じせえへん。もうこの体の向きでなんでこっち見えてんのって思わない？シュートの位置が見えててこれやもんな。しかも回転かけてさ、練習でも蹴る多いやんな、シャケさんのこういうフリック。うん、相手だったらもう分かんない、読めないもん。次はこちら、ここにいますよ。これもうお前のよ。レイトのあうんの呼吸、ほらほら。ああ、これオフサイドになったやつか。うん、オフサイドだったんだけど、ダイレーであの隙間通ってるだって。首振ってるもん、その前に。だから位置しっかり確認してるもんね。これよく見たらボール若干浮いてるからね。すごい難しいんだよ本当は。あれ言ってる。優しくずの。うわあ素晴らしい。めちゃむずいってこれ。すごい。いやいいパスだ。これにでも反応してるレイもね、本当あうんの呼吸だよね。3つ目が次のシーンです。これ見てて。あこれね。どうかちゃん、うん、なんかもうこういうプレーはもう普通にやるから、なんか俺はもう麻痺ってるやん感覚が。シャケさん見すぎてもうこういうプレーばっかりするから。あそうね。あもうシャケさん、うん、このプレー普通やみたいな。そうもう あシャケさんならやるなみたいな感じだから。実際でもすごいことよこれ。すげえすげえ。いやだからもう麻痺ってんのよ目が俺ら。でもそれよりなんかもうすごいこともやってくるからさ。なあまあ確かに。そう。そっちの方に目がいっちゃうようになってきてる。もうなるほど。シャケさんに関してはね。なるほどなるほど。そしてこれ4つ目かな。純喜のパスも素晴らしいんだけどこのフリック。ああだなこれ。やばいでしょ。何？中途半端なお腹ぐらいの高さのボールをアウトサイドで優しく落とすんだよ。めっちゃうまい。めっちゃうまいな。しかも出したってちゃんと動くじゃない、こうやって。純喜のパスもすごいんだよ、利き足じゃない方で。いや、これ思った。俺も純喜めっちゃうまいやんと思った。めっちゃいいパス。いや、この柔らかい落としできんよ、普通。これ、むずいって絶対。普通やったらこの見えてるところにインサイドで落とすよね。そう、いやそう、そうなのよ。ただそっちに落としたら前向きに動けないじゃないですか。うんうんうん。自分より前にボールない分、それをしっかり前に落としてもう一回動き出せるってね、やっぱりうまいよね、シャケさん。うまいな。はい。これもフリック。この体勢からキュッ。まあ、だね。
全部さ自分の背中じゃん、見えてないようなとこに立つじゃん。やっぱ首振ってるもん、その前に振ってるね、振ってる。これがね、しかもこの下げたのワンタッチプレーって全部攻撃のチャンスになるスイッチが入るとこなの。もうここで振ってるもんね、首で。多分ここに入ってきてほしいっていうと、こうパスでこう味方を動かしてる部分もある、シャケさんで。シャケさんの場合さ、この視線でさ入ってこいよっていうなんかメッセージ。そうこう首振ってちょっとアイコンタクトじゃないけど入ってこいよっていう練習から、すごいな、やっぱ欲しいやろな、こんだけうまかったら。これマジでうまい、これこそあの見ながら酒が飲めるようなプレー。後半67分、中原修太選手、技術の塊と基礎練習とかリフティングをいかにも小さい頃からやってきても、ボールは友達っていうのが自分の足とか体に染みついてるかっていうのが分かるプレー。まあ田野さんの石崎君みたいな感じですか、まあ、勝つもほぼ石崎君やけどな。お前それ言うために田野さん使うなよ、まあ、田野さんに振ったら勝つがほうほうみたいな顔してたから、いや勝つも石やでと。キャプテン翼に言ったら完全石崎君ですよ。どうもありがとうございました。終わるな終わるな、勝手に。じゃあ行きます、こちらのプレー。ここになシュート選手いますね、このパス。ドン、あれ相手だったらイラッとするもん俺。ドン、やっぱ落ち着いてるよね、すごいよね。しかも相手が触れるか触れないか微妙な高さ、イラッとする高さこれ。いやー相手だったら俺マジで多分服引っ張っちゃうかもしれない俺。確かにこれほんま調子いい時の俺と田野さんやったら、うん、ポンって浮いた胸トラップ、陣地挽回キックですよね、これ。間違いない。台上げろーって言ってね。間違いない、うまいなー。でこれパスにしてまたマイボールでポゼッションスタートですよ、うん、うまいね、ほんまうまい。何秒かでこの判断をしてね、うん、相手止まっちゃいましたから。ラストになります、水本勝成君がピックアップしてくれました。後半68分、中原修斗選手、優しくごめんね、これはどういうことでしょう。修斗がファールしちゃったのかな。まあ優しい男やもこの男は。優しい優しい男、彼は間違いなく優しい男よ。修斗がさ試合中に怒ってるのとか見たことないでしょ。ない、見たことない。唯一めっちゃ怒ったの試合中じゃないけど、あのほら勝と俺と修斗でキャンプの時一緒の部屋にいたことあったで、うん、修斗の顔の前で平行行った時マジでキレた。やばかった。なんかそう言ってたね、あの修斗が、はーいって言った。シュートにそれ言わすって結構すごいな。すごいよ、なかなかないで。でも3秒ぐらいにはもう笑ってくれてたけど、優しい男よ本当に。見たことないもんシュート怒ってるの。逆に探してほしい、試合中シュートが怒ってる。いやそうだからね、怒ってほしいよ俺は。じゃあ行きたいと思います、こちらのシーン。ここにいますね、こうファールしてしまうシーンですね。足かかっちゃってこけちゃいます。ああ痛い痛い痛いってなって、ごめんね審判の言うこともちゃんとネーミーで聞いて、うん、ごめんね本当にごめんね、3回謝りましたね、うん、もう相手もほんまやったらねこれバーン怒ってきてもええけど、もう怒れないもん、なんかこんな顔で謝られたら怒る気失せるよ。ただシュートこんなアップでごめんね何回も打たれると思ってないと思うけど。優しいよね、なんか哀愁漂ってんだよなシュートは、うん、渋いなぁ。はい、ということで以上がピックアップになります。今回のピックアップは以上となるんですけれども、前回同様 MVP をそれぞれ決めていって、うん、その選手をなぜ選んだのかっていうのをプレゼンしてもらって、一番気持ちが強かった人を MVP として決めたいと思います。いきます、カターレ富山戦の MVP、 せーの、大西翔吾。俺はカヤ。俺は大西翔吾。大西翔吾です。理由っていいですか、今回ちょっと残念ながら引き分けたじゃないですか、けどあのラスト大西がビッグセーブ、これます、それそれそれ、俺もそれ、オフサイドライン超えたところで残ってた相手、けど
味方に当たったからそこにこぼれてもオフサイドにならんかったやつ、あのウェズレーに当たったやつね。ああそうそう、はいはいはい、そうそうそう、守り仕留めたじゃないですか、うん、あれ俺でもあれで決めた、勝たれへんかったっていう悔しさもあるけど、あれなかったら負けてますから、負けてるからね。そう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 、一もなかったってことだもんね。そう、あれがあったから、あ今回の試合惜しかったなっていう試合になったじゃないですか。最後の最後あれ失点してたら負けてますからね。やっぱキーパーの試合を左右するようなビッグセーブってやっぱ1本2本必要なんですよ絶対。それを今回の大西はもう見事にやってくれたんじゃないかな。まさにその通り、俺と一緒です。石崎君誰でしたっけ。石崎君誰でしたっけって俺に言ってるから、俺だろお前それ。石崎君今の勝ってるのもうどっちでもいいよ別に、だけがどっちでも。田野さん誰でしたっけ。俺カヤ。ああそれ、カヤ。俺が選んだ理由としては、もうカヤの前半からそうだけど、後半もうきつい時間になってもめちゃくちゃ追いかけるの守備で。カヤのスプリントでチームの守備のスイッチが入るわけ。あとは2点目あれゴッツンゴールに見えるけど、あそこにいないとまたこぼれると思って準備してないと絶対あそこ取れないわけ。ほんま準備っす、あれはフォワードの嗅覚じゃないですけど、最後詰めないと。もしかしたら相手が立ち上がってクリアしたかもしれない、うん、はい、わかりました。今回はもうあれだ、俺も納得です。メジャー3戦目 J3 リーグ第15節カタール富山戦の MVP は大西翔吾選手に決定しました。あの友達大西翔吾君、一言、じゃあメッセージ見てると思うんで伝えてあげてください。翔吾君、お前が失点せえへんかったらチームは負けへんねんぞと。かっこいいこと言うな。めっちゃプレッシャーかけるやん。その大西にいい刺激をもらって、うん、白坂くん、うん、岩崎和さん、うん、もっと頑張ってほしい。そうね、もし大西に何かあった時でも準備できてるぞと、それを締めてんのが吉岡キーパーコーチ。ここに持ってきたなお前。ヨスさんからも連絡もらったから、試合前映像見たよと。おはい、それでは今日はここまでということで、じゃあかっちゃん一言もらえますか。お願いします。石崎君みたいな顔すんなお前。いやもう本格的にあのサザエさんのカツオ感出てくる。本格的に